あ、でも今日機嫌いいね。年越しいつも機嫌悪いじゃん。今日機嫌いいね。これ今配信してんの？うん。知ってる知ってるじゃん。これ、日本酒飲む？飲まない。なんで？え？飲まない。危ない。誰が？やらせろとか？うん。うわっ、ちょっとそのコップ見してよ。辻、これ私が貸してください。あんたが作ったやつ。これ私が昔総理に作ったグラス。辻って誰だよ。誰だよ辻って。取る俺のためじゃないやん。辻っていうやつに作ったグラス。なんでこれ、それ持ってんの？わかんない。名前言うなよ、お前。総理言ってたよ。もう俺もう顔も…ちょ待って、これさ、あしら 元彼に作ったやつなんだけど、これ、うん、なんであなた持ってんの？わからんで、とりあえず、よくよく見たよ、これ。俺にちゃったよ。元彼の名前なんだけど。ああ、盗んだ。え、どうやって盗むの俺。あ、辻さんっていう人に渡したかったんだな、俺に以外にもって思っただけよ。これ、たくまくんじゃない。もうそんなことの前の人たち。なんで持ってんの？あんたがこれに置いていったんやろ、勝手にこれを。ただ俺これを飲んでるんだよ、自分で。誰だ、辻とか思いながら。ねえねえ、ハサミは、ハサミ。ほんとゴミだな、お前。よくこんなものを俺の家に。でも使ってんじゃん、自分。別にどうでもいいから使ってたけど。コップは多いほどいいから。これ食べて、これ。ガム。ちょっと食べて。俺これ相当時間かけて作った。食べて、これ。これもうすごい。強要しないで。これすごい出し時間かけて取ったね。強要しないで。これめちゃくちゃうまい。よかったよ。いいよ、全部食べて。ちょっと食べてよ、俺毎年作ってんだ。うわー、びしょびしょ。なんかね、これ一回取って、それ。えね、何で入れんの？肉焼いて、あと肉焼いて早く。あぶね。肉焼いてよ、早く。これえ、火ついてんの、これ。おう、もうつけてる。だから卵がないもん。いや、だから卵、冷蔵庫長あるって。ちょっとそんな、なんかあれやってこれやってってやるとさ、うん、頭なんか俺あれやよね。あ、結構、うん、やめてよ、ちょっと。結構パワハラっていうか、パワハラ。女に対してあれやな、うん、お前女やんか、早くやれや、お前。女早くやれや。俺九州の男やからイライラするんだよ。早く気遣って、早く卵出していこう、早く卵。そうそう、ハレンチとね、歌ったね。ソリ、あの一昨日ね、ライブした、うん、実は、うん、ドレス着て、知ってる？うん、うん、知らん。ずっとあのブリミちゃんを聞いてた。美味しいかね。九州男児じゃないよ。九州男児や、俺は。九州男児が、あの女ストーカーとかしないから。あの、あ、あんたカニ食べるやろ。女に振られて首吊ろうとしたりとかね、絶対しないから。カニとか九州男児しないから。カニ食べるやろ。え、この子一匹の松葉ガニ食べたい。食べるやろ、うん、いいや。その前にちょっと肉食えよ。うん、うん、カニ美味しい。卵がないからさ。で、だからカニ卵あるから、そこも持ってこい、早く。なんかこれ、ほらわざとこういうの用意してんじゃん、早く。これ溶けちゃうよ、コップ。
大丈夫なのこれ。うん、大丈夫大丈夫。こうしようか。こうして俺卵、うん、今年はどんな年だった？今年？うん、もう本当にもう負けっぱなしの年だった。負けっぱなし？うん、誰に？バカだとかアホだとかも本当に言われて。あ、雑談とか？え？いや、とにかく。これ牛脂焼かなくてもいいね。うん。負けっぱなしの年で。美味しそう。とは言いつつ金は稼いだんだよね。美味しそうマジで。ただもう来年は絶対に負けない。うまそう。ぶっ殺しやる本当に。俺のことみたいな。これいい肉だから横焼きダメだね。横焼きはね。これどうする？茹でる？タレ入れちゃう？あ、いいよ。そんな、いや、オッケー、もういい。あ、下手だな。関東式知らないの？いや。ちょっと やめてよ。いいって、ゆっくり焼けばいいや。で、いただきます。やべ、なんかね、カニってね、なんか思ってたけど、うん、生でこうしゃぶしゃぶするより、うん、茹でたやつ食った方がうまいような気がしてきた。で、今年どんな年だったの？負けっぱなし。誰に？いろんなやつに。いろんなやつに、うん、私とか。いや、違う、本当に負けた。もういろんなやつにバカだとかアホだとか言われて、うん、あいつらを来年ぶっ殺そうと思って。雑産とか。え、雑産。味薄っ。これ手作りですき焼き。味薄っ。だけど煮込めつったやん。え、煮込めつって言ったやん。早いんだよ、もう全てが。男にも対して、男に対しても、もうすぐもうあっち行っちゃおうと思ってる。早いんだよ、いつも。いや、薄いよこれ、水入れた。だからに ふやかしてギャッてやらなきゃいけないのに、て、早いから。早い、うわーとかなんか言うから、だから男に嫌がられるんよ。すぐ結果を求めるから、なんでもかんでも。お前誰が嫌われるんだよ、男に。お前に言わせたくねえよ。いや、俺らを代表して言ってやってんだよ。だから早いの。もうすぐもう、もう、うわーとか言うから、男がもう、自信が持てなくなるんだよ、男が。な？お前。今年は負けの年。俺は勝った年。ほんとよかったね。俺を面倒見ろ、そしたら。え？俺面倒見ろ。怖い。もう俺を面倒見ろ。俺を。ね？俺の面倒見てくれんやろ。やだよ。え？やだよ。なんで？見るわけないやん。なんで？面倒見てほしかったら、うん、あの鳥かぶと買ってきて。トリカブト。俺のな、死にてる刑事のデカいるんだから、お前こんなことやってもお前すぐバレるぞ。じゃあスーツケース買ってきてじゃん。だから俺のいとこは、うん、デカいだからすぐバレるぞお前。トリカブトはもっとうまくやらんと。で、どうやってうまくやったらいいの？え？どうやってうまくやったらいいの？え、意外にあるんだ、やり方。で、どういうやり方？で、これ、こういうとこ言えない。言っちゃいけないの？うん。もうすぐ簡単にもっと殺せる方法あるから。あ、バレちゃうってこと？うん、犯罪が。最新トレンドはちょっと言えない。じゃあ、音消すから、じゃあちょっと言ってみて。何？じゃあ、いえいえ。言ってみて、今。いや、もう聞こえないから。
いや、ダメだよ。言ってよ。俺に教えたくないってこと？俺に教えたら怖いってこと？本当やられる。最新トレンド教えてよ。そしたらうち住んでいいよ。じゃあ面倒見てあげる。もっとでもあいいか。そこやめて、いちいちもう見てくんの。好きに食わしてよ、マジで。だけどこう濃縮させてギャーってギャーってやって、増やしてもうギャーってやって。もっと本当かけて殺せる方法いっぱいあるじゃない。教えて。言えない。じゃ教えてよ。いや、行ったらもう流行ったよ。俺あのなんかもう今年のトレンドになっちゃうから、もういやいやいや。今年にはまだしないから、あの面倒見始めた時に意識すればいいから。うん、私が面倒見始めた時ぐらい。うんうんうん、これ食べない？これ食べない。本当美味しくできた。大丈夫。ねえ、タクシー代くれるって言ったじゃん。ちょうだい。もっと気分よくさせろ。ください。で、いいか、いいから気分よくさせろ、お前。おいしい。いいから気分よくさせりゃ出してやるよ。千何百円ぐらいやろ。片道2500円。うん、まあいいよ。気分よくさせろ。どうやって気分よくなの？いや、本当に出会えてよかったとか、なんかいろいろ言い方あるやん。重たい。え？そう、重たいこと言えばいいんだよ。重たい。年越しに。年越しに言えばいいんだよ。やだよ、年越しに。なんでこんないい人と出会ったんだろうとか言って気持ちよくさせば、そうせないと俺も払わんから。ね、自分今いくら稼いでんの、この配信で。200万ぐらいか。全然。なんか俺なんとなく、恵子ちゃんに聞いたら、なんか200万ぐらい稼いでるって聞いたんやけど。200万ぐらいやろ。大体俺すぐ分かんだよ。パッと目見ただけで。もっと正確に言えば185万ぐらい。それね、嘘つきなんだよ。だって、恵子に連絡全部しかとされてるのに、年越しも、あの恵子ちゃんにダメって、あの、まゆと二人で会ったらダメって怒られてるって言うんだけど、あの全部しかとされてる。なんでそういう嘘つくの、でも。実際のところ、恵子ちゃんまた怒られてるけど、実際のところ本当なの。結構怒られてるんだよ、自分と、あの、自分と会う、これも結構やばいね、本当は。もう正直言うけど、今までこういう飲み会やったけど、もう毎回、もう多分本人のプライドが傷つくと思うけど、本当毎回俺怒られてるんだよ、本当に。もう、あの、いや、確かに、その、俺に興味あるかどうかは別としても、やっぱ怒られてる。それは事実だね。あの好きかどうかと別として。いや、嘘つくからね。うん、怒られてるの。だから俺もちょっと結構怖い。もう今日多分怒ってるかなって、うん、連絡取ってるって何で嘘つくの。もう3ヶ月連絡取り合ってないのに。だからお前連絡取ってこないから、お前も消えろゴミって入れたら、彼女に行ってるって初めて連絡来たり。これ何の、これ。あ、いい酒だね。入れたね、ここ。入れた、これ。うん。入れていいの？だって、配信でやったもん、これ。大変やね。いろいろ。頑張らなきゃいけないよね。ね。な。ただあの、たくまっていう男と付き合う方がいいよ。川西とは付き合ってもいいけど、あれはやめとくとか。あれ今何時？え？ちょ、10分前になったら教えて。さすがに年越しは、うん、みんなとね。うん、なんちゃら年越しそば食う？食べない。え、うそ。ありがとう。あ、ありがとうございます。いや、川西さんとはいいと思うけど、お前あの男はやめとくとはいいよ。なんで？レベルが低すぎる。ありがとう。
デビルが引きすぎて川西さんとは付き合った時、川西さんが付き合ったどうか。デビルって何？え？デビルって何？あの能力がもう違いすぎる。やめてマジで。もあのチンポがすごいだけ多分チンポがすごいだけやろ多分あいつは多分ね。もうやめてストーカーすんの。え？もうやめて。いやちょっとやめた方がいいよあれは。だから別れたっすの。いやそれいいけどちょっと、うん、チンポがすごいだけだと思うよあれ。多分チンポはすごいような顔してるよ典型的な。前はあのタクマのことベタ褒め、あタクマのことすごい、ああアイテム投げてた。すごいいい人だと思ったんや。アイテム投げてたけど、あのいざ私とあの付き合ったって知ったらもうこういう感じ。絶対に否定すんの。なんで俺がブチ切れたかお前分かってんのか。ゼロワンにもそうだった。なんで俺がブチ切れたか分かってんのかって。何お前が海行こうとか言って、うん、その時付き合ってないもん。たくまで付き合ってないとか ありがとう言いやがって。あ、いいちゃんありがとう。10万ぐらいのお前あれで、お前あの男と、ま、お前ので10万の金のとペンション行こうってさ。あのさ、私誘ってないからね。自分が免許持ってる人誘って行くぞって言ったんだよ。だ免許あるやつを、じゃあお前の探してこいって言ったの。チーマルでいいんだよお前の免許持ってる。なんで私がお前のおかチーマルでいいんだよ。お前チーマルやっときゃいいんだよ。チーマルが、うん、俺に連れて行けば今度どう。チーマル俺のこと嫌いなの。チーマルって誰。お前のあうちのおかん。うん、あれ今日まだ嫌いな。まだ嫌いな。今日、うん、あの恨んでるって言ってたなんでなんか、総理のせいで入院したらしいよ。ん？総理のせいで入院したらしいよ。いつも深夜に鬼電してきて、うん、このやりまんがとか、うん、この丸々一家の恥がとかね、うん、あのクソマンコ産みやがってって、うん、毎日夜中に昔言ったの。うちのおかんにね言ったの。それで入院してよ。記憶ないの俺。うちのおかん入院してよ。それで、うん、ごめんねって言っとって。自分が謝んなよ。死に丸言っとってごめんって。自分が謝んなよ。彼氏ボコボコされるなそれ。うん、そうだから私ブロックしてた。ん？総理鬼でしつこいから、うん、ブロックしてた。ああそしたら、うん、あの川西さんの LINE 追加して、うん、川西さんに鬼電したりとか。ほんとしつこかったんだよ。何？すごいね俺。うん、お母さんに謝っとって。自分が謝んな。で何謝ったら許してくれそうな感じする。知らないよそんな。お姉ちゃんは大丈夫ね。それはもう NG ワード。お姉ちゃんは、うん、お姉ちゃん仲良くなってないの。うん、 NG ワードですね。これかわいいやこれ、うん、これリスナーさんにもらった。かわいい。これこう、かわいいやいちごね。ずっと可愛いでいたいんだよね君は。肉うまいやろ。おいしい。お前食え早く刺身も。ねねそのぜねもうなんかその教養がストレスになってきた。胃袋が全部これ今順番これ今次これ食べてとか、うんうん、なんか今ね胃がストレス感じてる、うん、強要されてるなんか、うん、でも俺より優しいやついないよこの世の中に。あんまりそれだけ分かっとけよお前な。俺より優しい男いないよお前。いやいるよ。誰やそしたら。いいよ。みんな優しかったよ。俺より優しいやついるわけないやろ世の中。いやいるよお前。いないよ。お前が一番暴言やばいわ。あの優しい人は自分で優しいって言わないよ。
でもね、言いたくないんやけど、うん、絶対俺より優しいやつなんかいないからね。いるよ。誰だよ、それ言って。え？稽古。男じゃないやつ。あ、男でいたよ。でも逃げられたけど、ピカチュウとか。ピカチュウは、あれ、デイが。あれは本当に優しい男だと。優しい人いた。でも、他はもういないよ。あ、まゆちゃん、良いお年を。あ、エムちゃん、ありがとう。エムちゃんも良いお年を。これちょっと